どうもお疲れ様です。いつもありがとうございます。あの、今日のね、朝のライブ放送で、コメントがやっぱり表示されてないってことはね、うん、やっぱまた起きましたね。たびたび起きるんですよ。で、こういうのってのは、ものすごく細かいレベルで、人による監視をしていなければちょっと起きないことなんでね、まあ、仕方がないことだと思いますけども、おまあ、こういったね、情報のやり取りも、今はなかなか難しいのかな。要するに言葉っていうのはね、その人が、 どこに向かおうとしているかってことを指し示すんですよ。で、そうなると、あ、この人とは一緒に何かをやっていけそうだなっていうふうに気づかせることになるんですよね。まあ、つまり国民の分断が失敗するってことになりますので、いや国民が団結するっていうのは言葉から起きますからね。消費税廃止とかね、うん、懲役100年とかね、あれに同調する人がデモってものを成立させて、そのデモの行き継ぐ先が、まあ、政権の転覆ですからね。 そう考えていくと銃や剣を持ってね国を滅ぼしていくとか掌握していくってこと以外にもきちんとね言論とか思想とかペンの力を持ってこの国のありようを変えていく政府を入れ替えていくってことはやっぱ十分可能ですんでねこれからも支配者としては国民一人一人が分断されていて徒党を組みにくいような形にするそういった意味でコミュニケーションツールを制限していくってことは起きるでしょうね。 で少子高齢化対策ですけども韓国みたいにねやっぱりこうドーンとね強烈なお金を与えるインセンティブを与えることによって子供を持った方が得だよねって思わせることはすごく必要だと思うんですよ。まあ、そうなると子供が産めない人はどうなるんだっていう論争を起きますけどもそこはあのそれは別で処置をしていかないといけないと思います。例えば養子を引き取っったたららいいくらみたいな感じででねももちろんんブラッックマーケットでもそれによよて広がるんですよ でもも今よりはままととになると思います、ね、そもそも生まれてこなくなっちゃったっていうことに比べて生まれるけども不正も生まれちゃったよねっていうふうになるとそれは不正は不正で対処していけばいいんでね、うん、これからはその人が少なくなることによってますますね不正を野放しにしなくてはもう統治ができないってことになっちゃうのは何とか避けないといけないかなと思っているところですあと恋愛なんですけどもやっぱり私たちはね20代30代の頃確かに あのファミレスとかコンビニでバイトする女の子も若かったですよでも私たちも年を取りましたんでそうなってくるとかつての10代20代のアルバイトさんも今はねやっぱ40代50代になっていることをちょっと受け入れていかなくちゃいけないのかなと。まあ、なぜ人口分布がね若い人少ないわけですから私たちの恋愛対象ももしかしたらねそこそこの年齢にちょっとシフトチェンジしていって、まあ、50代の人は40代とかね 50代くらいの女性を恋愛対象として見れるように感性を磨いていかなくちゃいけないのかなというというころでございますはい、皆さんどのようにお感じでしょうかいっらっしゃい